その洞窟はトンコオアシスの南東約20キロのところにある荒涼たる渓谷の入り口を西から見下ろすようにしてそそり立つ断崖に掘られたものだった。1907年5月中央アジアを探検したイギリス人オーレルスタインはトンコウを訪れた。トンコウは中国大陸甘粛省西端の砂漠地帯にある古代都市である。かつてシルクロードの最も重要なオアシスの一つであったこの町は2000年の歴史の中にうずもれていた。だが一つの発見がトンコウをよみがえらせその名を不朽のものにした。スタインはトンコウ東南メーサ山の崖にうがたれた莫高窟潜仏洞と呼ばれている無数の洞窟をくまなく歩き、壁面に描かれたおびただしい壁画と仏像の群れを見た。洞窟はその一つ一つが寺院であり、そのすべてを合わせたものが巨大な寺院を成しているとも言えた。この洞窟寺院のことはすでに知られていたが、スタインは密かにもう一つ別な期待をかけていた。ある洞窟の奥深くに膨大な古代文書が隠されているというのである。はじめは漠然とした噂であったが、応援録という名の同士が偶然の機会にそれを発見したことが確認された。スタインが王同士をどのようにして説得したか、ともあれ彼は王同士の後ろに従って石窟の奥の密室に歴史的な第一歩を踏み入れた。同志の王が持つカンテラのおぼろげな光に照らし出された光景に思わず私は目を見張らせた。書簡の山は床面から3メートルの高さに達していた。わずか3平方メートルほどのこの場所では私たち2人が立つ余地もないほどである。私はまず一つの巻物を取り上げた。上質の丈夫な紙でできた巻物で、幅は約30センチ、長さは18メートルにも達するものもあり、シナゴの仏教経典である。大変よく保存されている。5世紀の初めまで遡るものもある。品文字の巻物の裏に経典がインドブラフミー文字で書かれていることから押すと、これら膨大な文書類はインド文字とサンスクリット語の知識とが中央アジアの仏教界を風靡していた時代のものであることは疑う余地もない。このような古代の遺物が少しも時間の影響を受けずに閉じ込められていたということはなんと驚くべきことだろう。スタインは7日がかりでこの宝物を運び出し、インド経由でロンドンに送った。その内容は写本3000巻、その他の経文類6000巻、絵画500、工芸品160点。一体誰がこの密室に膨大なそして貴重な古代文書を隠したのであろうか。ステレオドラマ「トンコウ」、原作井上靖、脚本須藤いずほ、音楽間宮道夫、演出笠井久志。11世紀初頭1035年、北宋慶佑2年、その頃砂州と呼ばれていた敦煌は聖火の大軍に包囲されようとしていた。城内に残る艦艇およそ3000、砂州摂都市創建順はすでに運命の期するところを悟っていた。その代から敦煌の王としてこの一帯を治めてきた建順であったが、
漢人による支配も辺境の騎馬民族の大軍の前には無力に等しい。この物語の主人公張行徳が入っていった時、宗建順は自分の部屋の椅子にゆったりと腰を下ろし杯を傾けていた。建順は杯に目をやったまま重い口を開いた。張行徳か。私に何か。座るがいい。酒はここにある。外では何をしておる。逃げたい者が逃げるように城門を開かせました。逃げるところなどどこにもありません。わしの一族の者も己が命と財産を失うまいと血眼になっておるであろうな。はい。無駄なことだ。何もかもみんな無駄なことだ。三日もすれば聖火の大軍が押し寄せてくる。砂漠に逃れれば盗賊の群れが飢えた狼のように襲いかかるであろう。ことごとく殺され、ことごとく焼き尽くされる。敦煌は怪人となり後には何にも残らぬ。そこで聞くが、張行徳、お前はこれからどうする。城外に出て聖火の軍を迎え撃ちます。なぜ。なぜ。今までにも何度となく戦をして生き残ってきました。今一度試してみるのも悪くないと思います。生き残る道が一つだけある。それをお前に教えてやろう。うちこ入れ。この男はどんな時代にもどんな運命にも必ず生き残る男だ。さあそれはどうでございましょうな。このうちこも今度という今度はひどい目に遭いましてございます。そもそも肝心が聖火に逆らったのが間違いのもと、救いを求めようにも本土は遠すぎます。砂漠へ来たら強い者に従っていればいいのだが、それを忘れましたな。私は肝の人間でもなく聖火人でもない雨天の人間ですからな。こんな戦に巻き込まれて死ぬのはごめんでございます。こういう男だ。賢治様、たった今部下の者が知らせてまいりましたが、来るのは聖火の軍ばかりではないようですな。西からは海峡との軍がやってまいります。何、海峡とが来る。はい。私の国雨天も海峡とに滅ぼされました。奴らは象に乗って攻めてまいります。いずれ聖火と海峡とは戦ってどちらかが滅びるでありましょう。だがそれよりこちらが先、敦煌が跡形もなくなった後の話でございます。肝心が一人残らず死んだ後のこと。張行徳、この男について敦煌を出るがいい。それが生き残るたった一つの道だ。お前はもともとが武人ではない。そうでしょうか。戦をするために生まれたお前の体調、死亡例とは違う。紳士の試験を受け都で高位高官となることを望んだお前。そんなことは忘れました。ずっと昔のことでございます。では聞くが、なぜここへ来た。なぜ聖火の文字を学び、数々の教文を聖火の言葉に訳した。なぜだ。わかりません。わからぬままで死んでもよいのか。分かったところで何になりましょう。生きて都に帰れ。張行徳、都に帰れ。内港について城を出ろ。戦の準備があります。これで。なぜここに来たのか、なぜ俺はここにいるのか。9年の前の春、俺は遥か宋の都開放にいた。紳士の試験を受け合格する自信も十分にあった。あとはもう最後の口頭試問が残っているだけだ。あの晩、なぜ城外の市場へ行ったのか。生温かい人息れがどっと押し寄せ、皮膚と皮膚が擦れ合うような雑踏、人が黒山のように集まっていた。どこでも売るぞ。片足でもよし、太ももでもよし、腰でもよし、気に入ったところを切ってやるぞ。
値段は豚と同じだ。おお、お前どうねえかい。おい、いくらだい。何だけでもいいわけところがいいんだけど、それともちぶさがいいか、バカがいいかい。さあ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 、買わんか買わんか。あいつはな、聖家の女だ。男を寝取った上に相手の女房を殺そうとした昭和の女だ。豚と同じ値段で十分だぞ。さあさあ、どうだどうだ。さあ買い、どこがいい、どこでも切って売るぞ。どんな承知なのか。承知だ。聞いたか赤いの、女も承知だ。どこが欲しい。さあどうだ、どこでもいいぞ。昭和の女だが味が悪くねえぞ。厚い板の上に横たわっている女は体に何一つまとっていなかった。長く伸びた手足、引き締まった豊かな腰、淡い琥珀色をした肌も今までに見たことのない艶を持っていた。肝骨は高く、音がいは細く、目はやや落ちくぼんで暗い色をしていた。いくじらしめ、恐ろしくて買えねえのか。よし、それでは買いやすいように切ってやろう。指先が2本、次はどこだ。さあどこだ。待て、俺は買おう、全部買おう。おお、若いの、買うか。全部買う。体元は売らない。聖火の女、そんなことしない。切ってから買え。お前を買ってどうしようという気はない。さあ金を払ってやる、好きなところへ行け。理解しておきたいか。待ってくれ。さっきの女だ。何か用か。ただで金もらうの嫌だ。これはやる。この布だけしか持ってない。なんだこれ。字が書いてある。見たことのない字。何と書いてある。読めない。きっと私の名前と生まれたところだ。これがないとイルガイに入れない。イルガイ。イルガイとはどこだ。イルガイはイルガイ、聖火の都だ。聖火。お前は聖火の女か。あの男、ウイグル人、悪党、人殺しの悪党。待て、おい、待て。くぼんだ目の中で女の黒い瞳がキラキラ光った。俺は女が残した小さな布切れを今一度見つめたが、そこに書かれた文字は今までに見たどんな文字とも違っていた。聖火、聖火には文字があるのか。次の日から俺は解放の町中を訪ね歩いた。だが聖火の文字を読むことのできる人間は誰一人いなかった。いや、文字のあることさえ知る者がなかった。紳士の試験の試験官を務めた老学者がわずかな知識を与えてくれた。聖火の都イルガイとは玉の城という意味で、我が国では光景と呼んでいる。この文字のことだが、わしは初めて見る。キッタンの文字もウイグルの文字も知っておるが、聖火が文字を持っているとは知らなかった。おそらくは漢字を真似て近頃作ったものであろう。つまらぬ文字だな。しかし文字を作るということは、その民族が強大になったっていう証拠じゃないでしょうか。文字があれば全てのことを書き残し、後世に伝えることができます。他国からもたらされた知識を受け止め、己のものとすることができます。面白い。だが聖火がそれほどの大国になるかの。文字を持ったということがすでに大国になろうとしていることを示しております。良いかな。エビスというものは少し力を持つようになると、すぐに我が国の真似をしたがるものだ。真似をして己の力を誇りたがる。いや、そうは思いません。聖火はやがて大国になり、いつかは我が国の辺境を脅かす大艦となります。だが所詮エビスはエビス。誰も知らないなら俺が行って確かめてやる。あの女の中には俺たちの知らない血が流れている。俺たちにはない何かもっと力強い生命が聖火という国にあるのではないだろうか。新しい文字を作り、新しい民族を作ろうとしているんではないだろうか。よし、俺は自分で聖火行く。名前は？張行徳。この領主へ何しに来た？ここが領主。俺はまず領主へ行く。回転！やられたぜ。見てみろよ。何しに来たと聞いているんだ。聖火の都光景へ行く途中だ。何のために光景へ行く。行きたいから。何だと行きたいから。殴りたければ殴れ。こいつに食い物と着るものをやれ。はい。
俺は隊長の衆、王霊だ。その男は睨みつけると言ってしまった。精悍な体つきと鋭い目をした四十男。領衆の城内には兵がひしめき、生臭い血の匂いが漂っていた。入城直後に虐殺が行われた証拠だ。俺は今まで着ていた衣服を剥ぎ取られ、兵士の服を着るとそこらにいる兵と見分けがつかなくなった。はい、貴様だ。どこへ行く？どこでもいい、ついてくるんだ。領州の城壁が黒々と虚空を横切っている。ここは城外の放牧地らしい。衛兵の一人として放牧された馬の見張りに立たされていることが分かった。一緒にいるのは小柄な全身から悪臭を発する男だ。この部隊はここからどこへ向かって進むんだ？知るものか。戦を進むらしいが、どこと戦う？ウイグル。明日あたり奴らがやってくる。ウイグル人と戦うのか。お前たちはどこから来た？お前たちは肝心だろ。さっきの隊長も肝心だった。いつ都からやってきたの？俺たちは肝心だが、上の方は聖火人だ。なんだと？聖火人？肝心なのになぜ聖火人の元で戦う？捕虜になったからだ。捕虜でないのもいる。昔からこの辺りに住んでいたやつもいる。お前のように紛れ込んだやつもいる。さっきの隊長も捕虜か？捕虜の話をすると隊長に殴られるぞ。あの隊長の元で戦えば必ず勝つ。だが戦のたびに八分通り死ぬ。隊長には死神がついている。少しずつ分かってきた。これは聖火軍に属する肝心部隊で、聖火軍の先鋒として領州に攻め込んだその直後に俺は城内に入ってきたんだ。紛れ込んだ奴もいる。俺がそれだ。寿者の家に生まれ学問で身を立てようとした俺が兵隊に、聖火の兵隊。しかしここにいれば聖火の文字が覚えられるかもしれない。宋の国のために聖火に来た張行徳は、その宋の敵である聖火軍に加わっていた。肝心部隊は聖火軍の精鋭であった。騎馬の兵は蔵に体を爆着して敵軍に突入する。たとえ傷ついても、あるいは絶命しても馬から離れることがない。戦のたびに死んだ兵を乗せたまま馬が戻ってくる。戦闘方法はあくまで単純であった。武器を振りかざして敵の集団の真っ只中を駆け抜ける。生き残ったならば和紙を巡らして再び敵の集団の中心をめがけて突入する。その繰り返しであった。ウイグル人との戦闘が一段落した3月、領州は騒然としてきた。新しい部隊が次々と到着して城外に駐屯し、設営の火は点々と広がって見渡す限りの荒野を埋め尽くした。彼らは肝心ではなく聖火人からなる軍の主力であった。聖火王李徳明の長子李元光が全軍の部隊を点検したのは3月末だった。日没の残照が原野を赤く染める中を李元光はゆっくりと歩いてきた。24、5歳の若い指揮官であった。五尺そこそこだが人を威圧する王者の風格が備わっていた。唇には絶えず微笑が浮かび、一人一人に何かを約束しているかのようだ。あいつが今に聖火の王になる。俺にはどうでもいいことだが。隊長の死亡令がつぶやいた。総司令官は地表に長い影を落としながら前を通り過ぎていった。その晩張行徳は隊長死亡令に呼ばれた。お前は服に名前を書いてるな。自分で書いたのか？そうだ。字が読めるな。読める。これを読んでみろ。上からの命令だ。これは聖火の文字だ。読めない。読めるのは漢字だけか。もういい。誰かに習えば聖火の文字もすぐに読んでみせる。二三日あれば覚えられる。俺を都の高家にやってくれれば、俺は聖火の文字を覚えてくる。よし、今度の戦が終わったら聖火の文字を習わしてやろう。ただし俺もお前も生き残ってたらの話だ。俺は約束したら必ず守る男だ。李元光というやつは目ざとい男だ。服に名前を書いていたのはお前一人だったらしい。お前はこれから俺のそばにいろ。
翌日の夜明けに出発。総勢20万の全軍が一昼夜かかって領州を離れた。領州北方の水槽地帯を過ぎると石が目立ち始め、続いて泥の多いの町、また石。その間に紀連山を水源とする何千本かの川が乾燥地帯に流れ込んでオアシスを作っている。部隊はそのオアシスを伝わるようにして進み、5日目の午後に南北から山の迫っている山峡に入った。山峡を抜けて6日目に1日休養を取り、さらに進むこと4日、10日目の朝、行く手の緩い丘陵の傾斜面に黒い点の集まった幅広の帯のようなものがゆっくりこちらに向かって移動してくるのを見た。ウイグルの大部隊であった。両軍は接近するまで沈黙していた。チリほどの黒点が次第に大きくなり、ジンバの姿がはっきりと認められるまでにはかなりの時間を要した。いいか、俺のそばを離れるな、長。反対方向へ駆け抜けていくウイングの兵が見えた。彼らは手綱というものを用いることなく、馬体を両足で挟んで両手で弓を引く。その姿は猛々たる砂塵の中に現れては消え、消えてはまた現れた。張行徳はふと周りが明るくなったのに気づいた。隊列は修羅城を駆け抜けて大きな半円を描いていた。小高い丘に登ると、遥か向こうにやはり半円を描いて走っている敵の騎馬隊の姿が見えた。二つの大きな半円はみるみる接近して激突した。また明るいところに出た。行徳は再び修羅城を抜け出し、半円を描いて走っていることに気づいた。次の瞬間、天と地が逆になり、目の前に青空がいっぱいに広がった。お前だけか、生きているのは。よく生きていたな。立て、蔵の上にしがみつくんだ。これから新しい部隊を編成して関州へ向かう。ついてこい。生き残った兵をかき集めて編成された部隊3000人は翌日さらに半数に減った。いつも行徳は隊長周王令の傍らにいた。当然死ぬべき人間が生きていることが互いに不思議であった。最初に関州の城内に入るとき、周王令を長とする決死の兵50名が選抜され、行徳もその中にいた。ファイヤー。城壁の最も高いところに狼煙台があった。その下に合図に使う太鼓が置いてあった。そこからさらにはしごを登ると、胸に矢を受けた兵が一人目を開けたまま死んでいた。はしごを登り切ると、台の下に横たわっているものがあった。大きな黒い目を見開いて行徳を見た。敵が見えるか。いなければ狼煙を上げろ。行徳は片手を上げて敵兵のないことを知らせ、のろしを上げた。ファイヤー。そこで何をしている。そこで何をしている。俺の言葉がわかるか。
あの時もお前はそんな風にして横たわっていたな。なぜこんなところに。お前を探していた。とうとう会えたな。いつかきっと会えると思っていた。暗くなったら迎えに来る。急いに逃げよう。ああ待て待て。ああ女？女などどこにもいない。俺はこの目で見た。城壁から落ちて死んだ。誰も死んではいない。隠したら俺に黙って埋めたんだろう。どこだ、どこに埋めた。どこにも埋めん。女などおらん。確かにいた。あの女だ。お前は明日の朝ここを立て。いつかの約束通りお前を後継にやってやる。聖火の文字を覚えてこい。覚えたらなるべく早く俺のところに戻ってこい。いいな。張行徳は大砂漠の旅を経験して聖火の都宝慶へ入った。城内には城楼が高くそびえていた。漢字の使用は一切禁止され、服装化粧挨拶の仕方まで漢の風習は廃され、新しく交流したこの民族の矜持を主張していた。行徳は聖火文字と漢字の対照表を作る仕事に取り掛かってから月日の経つのも忘れた。1年半経って仕事が終わった時、行徳は自分がこれから何をすべきか迷った。あの宋の都で初めて聖火という異質なものに触れた感動はとっくになくなっていた。ある日、行徳は市場で一人の女の姿を見た。あ、あの女だ。今度は確かにあの女だが、よく見るとあの時の女ではなかった。気がついてみると、彼の周囲にいくらでもあの女に似ている人物を探すことができた。張行徳は久しぶりで今日の運命をもたらした解放の女を思い出した。全裸で板の上に横たわっていた不定な女から受けた感動は、少しも色褪せないで行徳の心を揺すった。何か大切なものを忘れてしまっていた自分に気づいたとき、不意にもう一度前線へ出ようという気持ちが湧き上がった。聖火の兵士になって7年、何度となく繰り返した戦の中で、隊長の守護霊と俺の2人だけはいつも生き残ってきた。しかし今度はもう望みはなさそうだ。今になって守護霊は突然聖火王李元光に反旗を翻した。李元光の肝心に対する暴虐に激しい報復の念を燃やした。聖火王は反乱を起こした肝心の兵を一人残らず殺すだろう。敦煌も焼くだろう。肝心の築いたこの町など何も惜しくはないはずだ。張行徳、俺だ。隊長。明日の夜明けにここを出る。わかりました。だがお前は連れて行かん。なぜですか。兵300をお前に残す。勝ち戦の知らせを待て。なぜ一緒に。お前が言おうと今井と戦の勝ち負けは同じだ。命が惜しいとは思いません。それはよく知ってる。お前の命知らずは俺が舌を巻いたくらいだからな。お前と俺と二人だけが生き残ってきた。二人だけだ。俺は聖火王李元光を殺すまでは死なないぞ。あいつの首をぶち切るまでは生きててやる。俺たちはあいつのためにどのくらい戦ってきたか。だが今度は違うぞ。肝心は捕虜になっても奴隷ではない。一緒に行きます。俺の命令だ。お前はな、戦が終わったら日を立てるのだ。これは俺が前から考えていたことだ。一番激しい戦をして勝った戦場に大きな石を立て、そこに我々のことを書け。何を書きます。お前が決めろ。
今までの戦で死んだ奴らがどんな風に戦ったかそれを書け。もし隊長が死んだら。死んでも立てろ。私が死んだら。死なないようにしろ。お前は運の強い男だ。俺以上に強い。私は生きることも死ぬことも考えていません。自分にどういう運命が来るか分かりません。戦の前の晩に俺と話した奴は今まで必ず死んだ運だ。だがお前だけは違う。早く寺へ戻れ。お前はすることがたくさんあるはずだ。なぜ逃げない。逃げるなら今のうちだぞ。他の者はみんな出て行った。あと3日、いや2日もすれば聖火の兵が城内になだれ込んでくる。ここに経文がございます。一生かかっても読み切れないほどの経文がございます。何もかも灰になる。俺がみんな灰に。まだ向こうにも書物が山のようにございます。都から持ってきたもの、砂漠を越えて大将がはるばる運んできた天竺の経文もございます。俺がみんな灰に。仏の教えがみんな灰になってしまいます。生きている人間さえ灰になろうとしているんだ。みんな死ぬ。今さら仏に使ってもどうにもならん。教文がこんなにたくさん、こんなに教文がたくさん。黙れ。明日の朝までにここを出ろ。人が待っておられます。誰だ、誰が待っている。お前は、お前はあの海宝の市場にいた。あの時の女だ。関州の城壁の上にいた。お前はあの時死ななかった。生きていたんだな。行ったことがない。どこへも行ったことが。お前だ、あの時の。海宝も関州も知らない。行ったことない。この聖火文字を書いた布を俺に渡した。これだ、見ろ。この布をあの時俺に。知らない、何も知らない。指を見せろ。親指と人差し指の先が切られているはずだ。指を。お前は誰だ。何しにここへ来た。大主宋賢淳様が行けと言った。何だと。賢淳様が。うちこう。私からお話しいたしましょう。賢淳様はこの女を助けてほしいとおっしゃるのでございます。このままむざむざ死なせるのは哀れでならぬと。聖火の兵が入ってくればどんな目に遭うかお分かりでございましょう。どうか連れて逃げてやってください。大使様のたってのお頼みでございます。逃げる気はない。お前は連れて逃げてやればいい。大使様があなたと。案内は私がいたします。安全な場所にお連れします。待て、うちこう。行くがいい。俺は誰の言うことも聞かぬと。かえって大将にそう言うがいい。行け。指を見せろと言った。指見せる。もういい。その女は指がなかった。親指と人差し指と。もういい。その女が好きだったのか。違う。一緒に暮らしていたのか。一度会っただけだ。あの晩たった一度。それもずっと前のことだ。バカな話だ。今のお前のように若かった。あれからもう9年経っているというのに、なぜあの市場に連れてこられたのか、これからどこへ行くのか、俺は聞きもしなかった。指、みんなある。似てる。その黒い目が、唇が。もう帰ってくれ。うちこうが連れて逃げてくれるだろう。俺のそばにいると死ぬことになる。お前は、どこの女だ。
どこで生まれた？イルガイ。イルガイ？聖火の都イルガイだと。あの女から初めて聞いた。イルガイへ帰りたいのか？帰りたくない。どこへ行きたいんだ？知らない。どこでもいい。解放でもいい。あなたの国の町でもいい。俺の国か。忘れていた。自分に国のあることさえ忘れていた。俺は聖火に文字があることをあの時初めて知った。この布に書いてあったからだ。俺はこの文字を知りたいと思った。読めるようになりたかった。あの頃は聖火が大国になって我が国を脅かすのではないかと本気で憂えていた。まるで自分が大臣にでもなったような気でいた。お前の生まれたイルガイへも行ったことがある。聖火の文字も覚えた。教文を聖火の言葉に訳したりもした。だがそれが何の役に立ったのか。もう帰るがいい。帰らない。賢順様は今日からあなたのものになると。あなたのものになる。帰ってくれ。ここにいる。ここにいたい。私がその人になる。指のない人になる。何でも言う通りにする。話してくれ。その人の話をしてくれ。あなたのものになる。あなたのものになる。どこでも好きなところを切れ。あの女は俺をまっすぐに見ていた。キラキラ光る目で怒ったように。承知だ。何も着ていなかった。板の上に横たわって切り刻まれて売られようとしていたのに恐れる様子もなかった。美しかった。俺はもしかしたらあの女を探していたのかもしれん。あの女を探しにここまで来たのかもしれん。超行徳様、いよいよ本隊が出発でございますが、あなたはここにお残りになります。兵は300、わずか300の兵でどうやってこの敦煌が守れましょう。ところであの女はお気に召したようでございますが。行け。命が惜しければお前も早く逃げたらどうだ。天順様は大層お喜びでございます。俺は逃げることを承知したとは言ってないぞ。女が帰ってこなければそれが承知の印。俺は承知していない。おいや。隊長が行く。石碑を立てろと言い残した。俺が帰ってこなかったらトンコを焼いてしまえと言った。恐れることなく晴れ晴れと笑っていた。立ち戦の知らせを待てた。城壁の上に登ってご覧になればお分かりになりましょうが、聖火の大軍は四方からこの敦煌を遠巻きにしております。超行徳様、ここから見ればお分かりでございましょう。三日も経てばこの敦煌は灰になってしまいます。山のように残された財宝も聖火の兵にかすめ取られてしまうか。俺が火をつけて焼く。もったいないことで。このウッチ公に任せくだされば安全なところに隠してご覧に入れます。ここからはほんのわずかしか離れておりません。聖火王も聖火の兵隊もあそこにだけは手を触れますまい。どこだ。今すぐは申し上げられません。とは申しまして、あなた様のお返事次第でございます。俺の返事。大夫様の親方にあるものは全部このウッチ公に任せるようあなた様からおっしゃってください。持ち出したければ自分でそう言うがいい。私は隠し場所もすっかり用意してございます。荷を運ぶラクダも人足も部下で十分間に合います。あとは荷を作るだけ。真夜中までに荷作りをすればあとは運んで隠すだけ。超行徳様、お待ちくださいまし。城の四方に砂塵が上がっております。隊長がまっすぐ東へ行く。敵は両側から包むように移動している。日が昇りきる頃には
敵は目の前に迫ってくる。隊長はいつものようにまっすぐ敵の真ん中に突き進む。敵の向こうへ突き抜けると、また大きな半円を描いて敵の中に突っ込む。同じ死ぬなら、あの中で隊長と一緒に。上行徳様、ご覧なさいまし。ここから東南の方のあの黄色く見える岩山のふもとに。名砂山か。千仏堂でございます。あの無数の洞窟の中に私の隠し場所がございます。聖火織元寇は熱心な仏教の信者でございます。千仏堂を荒らすようなことはいたしません。あなたのものになる。あなたのものになる。あなたのものになる。お前は安心しきって眠っている。まるで解放の市場にいた女のようにのびのびと横たわっている。自分がこれからどうなるか、それを考えないのか。心細いとは思わないのか。何をしている。朝までに出て行けと言ったはずだ。経文をこのままにして捨てていけ。ここにいて一生かかってもこれを読みたいと考えております。すぐにここを立て。金銀財宝はその人のものでございます。しかしながら経文は誰のものでもございません。仏の教えが誰のものでもないのと同じことでございます。この世に残りさえすれば誰かがそれを読んで後の世に伝えてくれます。申し上げます。どうした。戦は。隊長が死んだんだな。死んだらそのことを知らせるようにと言いつかっておりました。死んだか。隊長が死んだ。隊長が死んだ。石碑をどこへ立てればいいのか。よし、火を放つ用意を。はい。ああ、燃えてしまう。みんな灰に。お前たちにラクダをくれてやろう。そのラクダに詰めるだけの経文を積んでどっかへ。待て、いいことがある。お前たちの望み通り経文は焼かずに残すことにしよう。え、あるだけの経文を箱に詰めて二つずつラクダの背中に詰めるように荷造りしよう。ではこれを全部。蔵にある書物も全部だ。ああ、いいか、箱の中に何があるか誰にも言ってはならん。はい。日暮れまでに外に出せ。大使の館の前に積み上げろ。はい。それができたら誰も手を触れぬ場所に運ばせよう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ急げ、急がんと間に合わんぞ。うっちこう。明砂山の洞窟までどのぐらいかかる。一時もあれば。早くせ、早く荷を詰め。今城を出れば途中で月が出ます。まだ探せばありましょうが欲張りますまい。おそこにあるのは大使の館の蔵から出したもの。ほう、それはまたさぞかし見事な品が。早くしないと敵が来るぞ。はい。さあこれも急いで。はい、はい、では先に行っております。後のラクダと一緒に行く。さあ早く詰め。積んだらすぐに出発だ。はい、はい。金銀財宝はその人のものでございます。しかしながら経文は誰のものでもございません。俺はあの経文を戦の日から守るために生き残ったのかもしれない。幾度とも知らぬ戦に生き残ったのはこのためだったのか。誰のものでもないのと同じことでございます。あの包みの中には俺が聖火の文字で書き写した経文もある。ああ、おびただしい死人の群れが俺を呼んでいる。
俺はこの砂漠の戦と町が栄え町が滅んだことを書き記そう。俺にできることはそれだけだ。そしていつかどっかに隊長と約束した石碑を建てよう。あの解放での市場の女が俺をここに連れてきたのかもしれない。何もかも滅び焼かれる時まで俺を導いてきたのかもしれない。何もかも滅びてしまう。砂に埋もれてしまう。死者の白骨もやがては砂に埋もれ砂に帰っていく。ああ呼んでいる。隊長、隊長の声だ。必ず石碑を建てます。死者たちを弔います。この長行徳が生き残って死んでいった者を弔います。これなら誰にも分かりますまい。洞窟の一番奥にこれを掘らしておきました。こうして塗り込めてしまえば誰も気づきませぬ。戦が終わったら戻ってまいりましょう。聖火の兵もこの戦物堂を荒らしがいたしません。では後始末をしてまいります。これからどこへ行く。お前はウッチコと一緒にここにいろ。あなたはもう一度城へ戻る。私も行く。火を放ってすぐに戻ってくる。行ってはいけない。行ったら死ぬ。帰ってこないつもりだ。死ぬつもりだ。俺は死なない。生きて必ずここに戻る。お前を連れて遠いところへ行こう。そうだ、都へ帰ろう。宋の都解放へ戻ろう。どうした。血の匂いが、血の匂いが。ウチコ、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 どこにいる。あ、お前は長行徳様。誰に、誰がこんなこと。ああ、これで後の世に残すこと。おい、焼かれず。あとはお前たちだけだ。うっちこ。そうか、初めからそういうつもりだったか。お前はただの商人ではないと思っていたが。あの場所を知っている者は一人残らず殺した。あとはお前たちだけだ。お前は死ね直感。こいつ、まだか。生き残るのはこのウチコただ一人。ウチコ、あの箱の中に何が入っているか、お前に教えてやりたかった。あなた、
敦煌へ行け。城に戻るのだ。火をつけろ。火をつけるのだ。死なないでくれ。ああ、お前はあの時の指を見せてくれ。帰ろう。俺の国へ帰ろう。灰になってしまう。だが経文は残った。隊長か。隊長が来るのか。これより870年の地、20世紀の初頭、千仏堂洞窟の一つに住み着いた道士応援録は、ある時北側の壁が一箇所膨れ上がって崩れそうになっているのに気づき、叩いてみると、その壁面だけが他のところと違った音を立てた。これが発見のきっかけである。1907年、イギリス人オーレルスタインが6000巻の経文をロンドンに持ち帰ったことが伝わると、翌年1908年、フランス人ポール・ペリオが千仏堂を訪れ、残りのおよそ半分にあたる5000巻を手に入れて持ち帰った。1912年には日本の大谷探検隊が訪れ、その残りを持っていった。応援録はその頃になって、自分がわずかな金と引き換えに渡したものが貴重な品物であることに気づいたが、その時はすでに空洞というに近かった。持ち出された貴重な資料はそれぞれの国で徐々に研究され、およそ半世紀の歳月の後に、それが東洋学のみにとどまらず世界文化史のあらゆる分野で画期的な役割を果たすものであることが確かめられていったのである。
井上靖原作、須藤伊豆穂脚本、頓光。配役、張行徳、日下武、朱鸚麗、松宮五郎、宇智光、岩尾金四郎、女、神保智子、宋建順、池田忠夫、老学者、前澤道夫、若い僧侶、小林克也、ウイグルの男、田村元春、オーレルスタイン、ジョナサン・フルフォード、他に木下秀夫、宮内康平、中村武美、三河雄三、その他文学座、文化座、劇団風、ユニオンプロ、東京芸術座、語り手かゆみ家政、演奏東京室内楽協会、作曲式間宮道夫、技術井野正也、効果大八木健二、演出笠井久志でした。ステレオドラマ特集第2夜、いかがでしたでしょうか。来週のこの時間は楽しいステレオミュージカル僕らのペガサスを予定しております。どうぞまた来週のステレオドラマ特集をお楽しみに。